made Koreba. Kinusan the Yea Mosuda. Baska told the Taskatana. Dena Kakomade, Aduk Hameni Natta. ダムができるのか。通りで人気がないわけだ。 宮家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐一じいちゃんも。 父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。
この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから鍵を預かってきたはず。はあ、いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。佐一じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。物知りで優しいいいじいちゃんだった。絹さんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局じいちゃんから返事はもらえなかった。
喉が渇いた。ここでならゆっくり休めそうだ。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。簡単にモテモテ人気者になれる商品をご紹介。この世の謎と爺ちゃん、ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この返事を出す前に爺ちゃんは。
確か昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。薄気味悪い札だな。そういえば昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て、それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると玄関の方だ。父さんか。回顧棚か。父さんから聞いた話では、深山家は生業にしていた三種行を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に蚕の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。父さん？もしもし。港、私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。絹さんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者が絹さんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃ
あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。ミナト、一人で大丈夫か？当たり前だろ。子供じゃあるまいし。そうか。ミナト。ああ。おやすみ、父さん。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。喉が渇く。サイチじいちゃんの家だ。あんな事故さえなければ今も元気にしていたかもな。じいちゃんが生きてさえいてくれたら母さんも死なずに済んだかもしれないのに。今のは